Hello everyone, welcome back to Narhoncast Star Rail. We're on Future Market 2 today. After the last time, before it end, we literally see Japan trying to stop Topaz and Sevrog from passing through. And yeah, Topaz used source code and all the robot kind of trying to attack Japan now. I'm guessing just, I don't know, just put Japan at bay, who knows. Either way, maybe that's the problem that Bronya want to talk to us. Japan tell Bronya that the robot out of control? おかえりなさい。そしてごめんなさい。また町のために奔走させてしまって。It's alright. 水臭いこと言わないで、ブローニャ。それよりちょっと疲れてるみたいだけど。Yeah, you're tired. 大丈夫？大丈夫。ただ最近あまり休めていないだけ。予想外の事態が多すぎて。Oh, I kind of feel so bad for Bronya. I'm sure we can turn things around. Just stay in there. Yeah, just stay. You can do this. You couldn't have foreseen all of this as well. You are not full Shun. So it's alright. そうかもしれない。でも、逃げるわけにはいかないから。カンパニーの行動は早い。今もベロブルグの至るところで、彼らの仲間が資産評価を口実に歩き回っている。でもあなたたちが言っていた大航空以外特に激しい衝突は起きてないの。多分トパーズさんがそう命令したからだと思う。それでも市民の恐怖心が蓄積されていくのは止められない。黒い制服を着た見知らぬ人たちがどこから来たのか、どんな目的を持っているのかわからないから、誰もが戸惑いを隠せないでいる。じゃあ、あれから改めてトパーズと連絡は取った？うちらずっと気になってたの。彼女が提案した解決策が何なのか。ええ、だから二人の意見を聞きたくてこうして来てもらったの。これを見て。 What is that? What is it written? I'm sorry, I don't speak this world language.これって契約書。少し前にトパーズさんが送ってきたの。下には直筆の手紙も添えられている。What is it? 先に内容を読んでから二人の意見を聞かせてほしい。Can I read it now? ブローニャさんへ。この手紙ではこう呼ばせてください。これから私は自分のことについてお話ししたいと思います。あなたから見れば、人情を身にかけたカンパニーの社員たちもそれぞれの人生の軌跡を持っています。例えば、私は銀河の端にある目立たない星で生まれました。先住民以外、その星の名前を知る人はほとんどいません。母星は資源に恵まれていなかった。だから住民たちは生き残るために労働力を大量に売り、他の星の委託製造に、主に化学産業や重工業に従事しなければなりませんでした。そうした中、母星の自然環境はますます劣悪になっていき、私が子供の頃から人々は呼吸用マスクを着用しなければ街を歩けなくなり、朝から晩まで胸が張り裂けるような咳が聞こえるようになりました。そうして私の故郷は終わりを迎えました。比較的裕福だった人々は惑星間移住を選べましたが、残された多くの人々は汚水や酸性雨、そしてスモッグにさらされながら、ただ絶望が訪れる日を待つことしかできませんでした。カンパニーが私の母星を訪れるまで、環境問題の改善策を携えてやってきたカンパニーはそれを提供する見返りとして、惑星のすべての住民にカンパニーの社員になる、もしくは将来的になる契約にサインすることを要求しました。契約から2年が経った頃、黒い雲と霧が消え、
人々はマスクを外し始めました。3年が経つと植生と樹木が再び繁茂し始め、5年が経つと一度は絶滅した多くの動物たちが生き生きとした姿で人々の前に戻ってきました。私が正式に戦略投資部の一員になったのもその頃です。故郷の変化を目の当たりにした私は、同じような経験をした銀河の多くの世界に同じような変化をもたらそうと決めました。ブローニャさん、この手紙を書いたのはあなたに伝えたいことがあったからです。自由は確かに大切な財産ではあるけれど、現実で選択を迫られた時、それ以上に価値を与えられるものがある。生存のようにベロブルグの人々だけで星空の懐に帰るには何世代を経る必要があると思いますか。未来のすべての大守護者があなたのように慎重で解明的であると誰が保証できますか。性格のような最悪が再び訪れることはないと誰が断言できるでしょうか。私はあなたたちのために最良のプランを用意しました。この契約書にサインすればベロブルグの債務を帳消しにすることができる。またカンパニーからヤリーロ6の再建を支援するための専門チームが派遣されるでしょう。あなたにとってこれが極めて難しい選択であることは理解しています。なぜならあなたは全ベロブルグ市民の運命を背負わなければならないから。でもだからこそ私はあなたが正しい選択を下せると、あなたの民たちのためになる決断を下せると信じています。トパースの手紙かなり誠実に書かれてるね。あんたはどう思う？ That's deep. Oh, it's even go to the backstory on what happened to Topaz. I know Topaz gotta probably have a harsh background. And that's probably where, you know, Midnambian stuff. But I didn't know they are gonna introduce us here immediately. Dang. I think it's so sincere as well. She has a way with words.She's a smooth talker, but that doesn't mean she's telling the truth. I don't think so. I don't think that's the case. Judging by how Nambi work and everything, Nambi just, you know, can go anywhere Nambi want. Yeah, that's my guess. I think so too. 私も彼女が私を欺くためにこの話を作ったとは思えない。I don't think it's because she is smooth talker. I'm pretty sure she is literally sincere. Everything that happened to her actually happened. And yeah. いずれにしても、彼女の言う通り、この選択は難しすぎる。この星の運命も、抱えている文明も、過去に起きたことも、これから起こることも、すべてが私の指先にかかっている。Literally. これは絶対に私一人で決断していいことじゃない。Perhaps you should gain some insight from others first. I trust your judgment more than anyone else. うちもブローニャの判断を信じてるけど。But we need other. こんな重大な選択とそれに伴う結果をブローニャだけに背負わせるなんて考えただけでもゾッとする。うちだったら一生こんな選択したくないもん。Yeah, also if it's fine, then it's good for Bronya, but if it bring doom, Bronya is gonna keep blaming herself. トパーズさんがくれた猶予はとても短い。多分、私に早く決断してほしいんだと思う。本当は上層部と下層部の全市民に投票してもらうつもりだったけど、残された時間を考えるとそれも難しいから。The whole reason Topaz give short time, probably because if Topaz didn't do this quick, other agent or other people from IPC gonna come here. And that's what Topaz scared of.
今すぐクリフォト城の喧騒者を集めて契約締結についての話し合いを始める。市民の方は私の代わりにあなたたちに意見を聞いてきてほしい。 I see. ベロブルグでの名声が高いあなたたちが相手ならきっと本音を打ち明けてくれるはず。 Do they know me? It's time to race against the clock. Do I have voting right? That's what matters. ベロブルグのことなんだからうちらはいいの。Got it. We don't have voting right. 安心してブローニャ。トパーズは説得できなかったけど、これはちゃんとやってみせるから。Yeah, let's do this. ありがとう、ミツキ。私は大臣たちを召集する。また後でここで会いましょう。I know I don't live on this planet, but みんなの意見を集めるなら、上層部と下層部どっちも考慮しないとだよね。Yeah, let's not here. よし。まずは上層部の人たちから聞いていこう。Alright, agreeing with the IPC, disagree. Wait, can we change the outcome? Probably not. Well, 安心してブローニャ。トパーズは説得できなかったけど、ありがとう、ミツキ。Hello, it's like, yeah, thank you only for Mitsuki. Me? I don't think I helped. If anything, yeah, do I have a voting right? No, you don't. You don't live on this planet. Well, by the way, let's see, who are we asking from? Servo. Maybe Servo's gonna Pella gonna disagree, Servo gonna agree, question mark? Oh no, either way, let's hear. It seems like we can only hear from people or character that we can play or know. またお会いしましたね。お元気でしたか? Yes. あなた、浮かない顔をしていますが、どうかしたのですか? Some interview. We need your opinion on an important matter. どうやら真面目な話のようですね。わかりました。聞かせてください。Do you like strawberry cake or chocolate cake, vanilla or... No? Not that one? Wait, what was it again? Alright, IPC them. 今の話は本当ですか? Yes. 悪い冗談ではありませんよね。Do I look like a joke like that? うちらも冗談であってほしかったけど、残念ながら全部本当のことだよ。時間がないの、ペラ。何か思うことがあれば素直に言って。I wanna go to Cleveforth. After this, we're gonna go there to see if we can actually see them or not. このような重大な決断をこのような短い時間で、冷静にペラ、冷静に考えるの。I love how Pella like. Okay, calm down, Pella. We have to calm down to do this. 考えました。私に決定権があるとしたら。カンパニーが出した条件に同意すると思います。Got it. So Servo's gonna disagree? そっか。ペラはどうしてそう思ったの? Yeah, why did you agree? いくつかの観測結果を見たのです。現在のカンパの減退速度から考えると、街を覆う風雪が完全に収まるまで、少なくとも3、4世代はかかるでしょう。Oh. しかし、これは何も不測の事態が起きないことを前提にした話。正直に言うと、自分の目で見届けられない未来よりも、私は今と自分の身近な人たちの方が大切なのです。Interesting argument. もし本当にカンパニーのプランがすぐに問題を解決できるものなら、その代価を支払う価値はあると私は思います。自分の手で未来のために礎を築く、とても偉大なことに聞こえますよね。ですが、実際にこのプロジェクトに関わっている人たちにとって一体どれほどの得があるのでしょうか。そっか、ペラは漠然とした未来を望むよりも身近な人たちにいい暮らしを送ってほしいんだ。I see. So it's like the past is in the past, future is, well, not yet here.So let's worry about the present or now type of scenario. わかった。ペラの意見を記録するね。That's awkward. もし本当にカンパニーのプランがすぐに問題を解決できるものなら、自分の手で未来のために礎を築く。私の意見にどれほどの価値があるかはわかりませんが、
これが私の本心です。 Interesting. Let me go to Cleoport to see if there's anybody first. We can also go to Silvermane Guard and ask. Oh, that person I see. Where's the port thingy? Alright, let's talk to Serval. Yeah, I didn't find any other character, I think. あれ?ミツキにあんたまで。どうしたの?こんな急に。It's festival. No. Also, we heard you sing. Maybe because of the crowd you didn't see us. But your voice is pretty. We need your opinion on an important matter. ずいぶん堅苦しい口ぶりだね。あんたらしくない。ね、重要なことって?言ってみな。Right. It's super important. It's about that. We are collecting that. 一体どういう?いや、情報量多すぎるでしょう。ちょっと待って、まずは頭の整理を。I'm so sorry you tell me to feel you, so I feel you. 時間がないの、セーバル。何か思うことがあれば素直に言って。いい、you say it. わかった。もし私が選択しなきゃいけない立場なら、その契約書にサインするかな。Okay, I'm guessing it's like how Topaz is backstory stuff. Yeah. Maybe because of Topaz's backstory, people agree, who knows? Sebaru's personality, I thought I wouldn't agree with you. I agree with you, that's what I think as well. I thought Serval's not gonna agree. So, but my reason is pretty simple. Alright. If you sign the contract,これ以上生きるために悩む必要がなくなる。ここの住人の多くは、特に仮想部の人たちにとっては、それだけで十分意味がある。Oh. カンパニーのために働く点については、まあ、人間なら働くことは避けられない。どこで仕事をしても一緒だ。もしカンパニーの連中が私たちを虐げたりしたら、その時に反抗すればいいだけの話さ。wait a minute, this last part. Wait, that's a big brain there. Right. 実は私、子供の頃から星空に憧れてたんだよね。だから科学を好きになって、性格の研究に打ち込むようになった。もし誰かに、ほんの少しの代価と引き換えに、今すぐ夢を叶えられるって言われたら。私はためらったりしないと思う。My guess is... Wait, but you don't know what you are paying, though. なるほど。セーバルはそう思ってるんだ。わかった。セーバルの意見を記録するね。I see. Well, I agree as well, but I'm kind of scared. What if Topaz is lying and just trying to, you know, get people's trust? 私子供の頃から星空に憧れてたんだよね。他の人がどう思うかはわからないけど、これが私の本心だよ。Wait, is it? It did Pella? Did he use Pella's conversation twice? Who knows? Do we not ask Natasha is like, you know, no? I love how from yeah playable character, playable character, and then Silver Main Guard.My guess is because you are a leader, yeah, and want to hear about Silvermane, because you cannot hear from Jepard. You know, Jepard in trouble right now. Oh, 開拓者たちじゃないか。久しぶりだな。またベロブルグに戻ってきたのか。I really want to hear Natasha is thinking, because Natasha is the leader of the Wildfire Underground. So that's the most important one. あいにくだが、最近は城内の治安が悪化している。突然現れた黒服の連中が暴れ回っていて、シルバーメインも手が出せないんだ。I see. Also, we need your super important opinion, yes. ん?なんだ?俺の意見が必要なこと? Yeah. So, yep, the dab and choice forcing or facing. それが奴らの正体だったのか。信じられん。なんと恐ろしい真実だ。大守護者様は、かつてないほどのプレッシャーを感じているに違いない。You don't say. この方のためにできることはないのか、こんな。Well, by doing this. うちらは今、ブローニャのためにみんなの意見を集めてるの。時間がない。
あんたの意見を聞かせて。もちろん拒絶だ。絶対に妥協するわけにはいかない。あの黒服どもが威張り散らしている様子を見ただろ。あんな連中を信用しろという方が無理な話だ。契約書にサインしたところでそれが破られないと誰が保証できる。I knew it. I'm about to say Dun's probably gonna disagree because of this. Well, you're not wrong, but again, if Topaz in charge, it should be a little bit fine. But again, we don't know much about Topaz yet. そんな脅迫には抗って、抗って、最後まで抗い続けるしか道はない。一秒でも屈服したら負けだ。大守護者様に知らせてくれ。Okay. 絶対に敵の罠に飛び込んではならないと。ダン。さすが軍人の気構えがある。わかった、あんたの意見を記録するね。Oh, we just got TP. I cannot talk to him. 上層部の人たちの意見は聞き終わったよね。結果を見るとカンパニーとの契約を支持する意見が多いみたい。急いで下層部に向かおう。ナターシャやズエレたちの意見が気になる。Oh, we do. All right, it's because we are asking for overworld first. I forgot. Interesting. Pella and also Servo is still here for the conversation stuff. I wonder. 私、子供、他の人がどう。Okay, it's the same. Alright. I'm guessing Natasha gonna agree and Zere gonna disagree. Because again, after what happened with this.Who knows, but yeah, again, I'm super curious about Natasha's style first. Mitsuki-chan, ni kimi? Kasoubu ni iru nante. Kao ga kowabatteru mitai da kedo, nani ka atta no? Yes, Kel, we need your opinion on an important matter. Zuibun kyū da kedo. Yep. Futari ga wazawaza kita no nara, kitto daiji na koto nan de shou ne. I mean, this is our second time. Kokoro shite kiku wa. The first one is Zere one, but yeah, sure.The depth and Bronya. 本当にすごい情報量ね。ごめんなさい、急いでいるのはわかるんだけど、少し考える時間をちょうだい。Yeah, whatever the case is, you always need some time to think, so it's a little bit hard. 大丈夫だよ、ナターシャ。思ったことを素直に言ってくれればいいの。Yep. Just be honest. そうね。私がブローニャだったら。その契約書にはサインしないわ。Why? 確かにカンパニーから提示された内容は魅力的よ。それにもし断ったりすればベロブルグは巨額の借金の返済を迫られるだけでなく、oh, 大きな勢力に狙われることになるでしょうね。それでも学校に通っていた頃に読んだある言葉が頭に浮かぶの。自由を諦め保証を求める者は最終的に両方を失う。はい、that's pretty wise. I didn't expect that. Wait, so Zere gonna agree? Question mark? 私は仮想部での経験を通して、この言葉を深く理解することができた。私は、綺麗な鳥かごにとらわれて、偽りの人生を送るくらいなら、重い岩を背負って雪原を歩く方がいいわ。ナターシャの考え方、説得力があるね。反対票が1枚増えた。答えてくれてありがとう、ナターシャ。Mitsuki is not a good thing. We're gonna end up in a tie, it seems like. Yeah, Zed has gotta be the tiebreaker. Hey, let's go! 自由を諦め、保証を求める者は、最終的に両方を失う。That's a little too cool.ブローニャにも理解してもらえたらいいんだけど。Yeah, let's hope Bronya understand that the meaning of, you know, what she is trying to say. Okay, Orek. Oh, ベロブルグの救世主たちじゃないか。お前らが戻ってきたと聞いて、いつこのおじさんに会いに来てくれるかと思っていたところだ。Yeah, I'm happy to see you as well. Who are you? 顔色が。よくないな。どうした？何か悩み事でもあるのか？ Yeah, judging by our face, doesn't look like okay. What happened? Well, we need your opinion on something important. あの黒服の連中と関係があるんだな。Yeah, obviously. いいぞ。
俺も奴らの正体が気になっていた。言ってみろ。力になれるかもしれない。So, there's a debt, and now this is Bronya's problem. ほう。Yeah. これは参ったな。I know, right? ブローニャはまだ若いのに、これほどのプレッシャーに耐えなければならないとは。Yeah, Bronya's still young, but have to handle this. ベロブルグの知り合いの中で、一番経験豊富なのはオレグだから、オレグの考えを聞かせてほしいんだ。You're probably agreeing. 本当の気持ちを聞きたいか？この年になると、夢にも異業にも興味がなくなる。お前らの言うように、もしカンパニーが一夜にして、この世界を千年前の姿に変えることができるなら、何もためらうことはない。それに、逆だった場合を考えてみろ。もし断ったら次に何が起こる？再建計画でも手一杯だってのに、今度は莫大な金額の債務が明らかになった。俺たちだけで本当に耐えきれると思うか？俺が唯一心配なのはブローニャだ。自分の民からの批判に耐えられるのか？千年続くかもしれない悪名を背負う覚悟はあるのか？ Yeah, from the previous episode I also said thatBronya, the last supreme guardian. I think she can handle a little now. 確かに、そういう視点で考えたことはなかった。I have. 重すぎる称号だよね。とにかく、オレグは賛成に一票ってことだね。意見を聞かせてくれてありがとう。Oh yeah, it's agree. You see, that's interesting. この年になると、夢にも異業。お前らの言うように。もしカンパニーが一夜にして、この…だが、これはあくまで俺個人の意見だ。最後の最後は、やはりブローニャの判断が重要になるだろう。Guessing Bronya is gonna make a choice by reading their opinion. Oh! Interestingly enough, we didn't ask Zere. Didn't the option Natasha and Zere? Is it Natasha and Oleg? Who knows? Is this Kurara?Yeah, because Sevrog is not here, right? Kurara maybe gonna tell us about Sevrog. Going with Topaz. Let's see. Kurara! Mitsuki O-nee-san to O-nee-san, どうして戻ってきたんですか? I can hear from her voice. She's happy that I'm here. Let's go. Yahoo, Kurara-chan! Are? Subarogu wa? Odekoke chuu? Subarogu wa...トパーズというお姉さんと一緒に出かけました。え、トパーズ？どこに行ったか知ってる？クララにもよく。でもスバローグはすぐに帰ってくるって約束してくれました。どうしよう、スバローグからなら建設的な意見が聞けると思ったのに。 I mean, at least Clara is here. クララ、His opinion is just as important, you know, Mitsuki. そうだね。炭鉱も前に言ってた気がする。クララちゃんは小さいけど、物事の本質を見抜く力があるって。Yes. クララ is small. Huh? え？ミツキお姉さん、クララに何か聞きたいことでもあるんですか？ Yes. It's about decenties. Understand? 複雑で、I know, right? 重い話ですね。Yeah, super heavy. クララ、どうしたら？大丈夫だよ、クララちゃん。思ったことを素直に話して。いい。あの、クララは、もし選択の余地があるとしたら、未来の道は自分たちで決めるべきだと思います。So disagree. クララとフック。それからモグラ島のみんなで一緒に遊んだ時、将来の夢について語り合ったことがあるんです。Oh, it's also adorable. Get it? Adorable. みんなの夢はそれぞれ違う風景を描いていました。でもトパーズお姉さんの条件に同意したら、その夢を実現できなくなるんじゃないでしょうか。夢を奪われる感覚はクララには分かりませんが、想像しただけでも
きっと辛いものですよね。確かに子供の目から見ればこの世界は無限の可能性に満ちてるもんね。先の人生がここで決められちゃうなんて、うわ、ダメ。考えただけでゾッとする。ありがとう、クラーラちゃん。とっても重要な意見が聞けたよ。 I wanna give her a head pat. Thank you, Clara. I also wanna hear you talk more. Also, collecting more citizen opinion. 一気に遠くまで来たせいでちょっと疲れちゃった。Atasha is still there, so I can talk to Clara after. 今の集計結果はって引き分けじゃん。 Yep. どうしよう。賛成の人も反対の人もそれぞれ自分なりの理由があったし、どれも合理的だったよね。 Yeah, we got Pella, Serval, and Oreg agreeing, Natasha, Dun, and also Kurara disagree. I always go with Kurara. There's still one person left to ask. Yeah. そうだ、まだゼーレに聞いてなかった。 Yeah, like I said, where is Zere? 今も大航空でコーフたちを助けてるのかな。ゼーレを探しに行こう。Does that mean if you choose the second one, you just go with Bronya immediately? But before I go there, I wanna meet Kurara again first. Okay, let's see. Kurara wa, moshi sentak no yuchi ga aru to shitara, Fuk, Julian, sore kara Mogura dou no minna. That is it, there's literally nothing. Okay, alright, let's ask Zere is. Where is Zere? There you are.Zere probably gonna disagree, maybe. Who knows? We'll see. Oh no, Zere is not just brute. Zere also sometimes uses brain. She'll be fine. あら、もう戻ってきたの? Yes. 新しい情報でも手に入れた? うわ、顔色が悪いわね。何かトラブルでもあったの? Well, we need your super important opinion. You are the tiebreaker. 重要なことに。Yes. 私の意見が必要なの? まずいことでもあったような口ぶりね。いいわ。心の準備ならできてる。So there's this debt that Bronya is facing right now. So the choice. Yeah. I know, right? Crazy. I once was crazy. なんとなくだけど、理解したわ。またカンパニーの雑魚どもがやらかしたのかと思ったら、まさか。ベロブルグの存亡に関わることだとは。で?ええ。ちょっと考えさせて。今の結果は引き分けだから、ゼーレの意見が重要なの。ミツキ、thank you for the pressure! It's a pressure. よし、決めた。ギブアップ。ギブアップ?え?You don't want to agree or disagree. What? Give up. Hiya. Your phone is really important. I'm guessing because you are the one that changed. You want Bronya to make it. You have to shoulder this. Well, you don't have to. もう考えたわ。でも、選択するのはブローニャの責任であって、私じゃない。Yeah, because Bronya is the one that's gonna sign this. And Zere don't wanna let Bronya sign this because of people's opinion.同意か拒絶か、あいつの心が今どっちに傾いていたとしても、それはきっと私よりはるか先を見てたくさんのことを考えてのものでしょうね。ああ、今の結果は引き分け、つまり私の一時的な考えがあいつの判断に影響を与えるかもしれないってこと。 See? Like what I say. これは私がやるべきことじゃない。ブローニャがどの道を選んだとしても私はあいつについていく。唯一私がしちゃいけないのは、あいつの代わりに決断を下すことよ。それがゼーレの考えなんだね。確かに今の結果を見れば、この件に対して人それぞれ違う意見を持ってることがわかる。こういう時こそリーダーの出番なのかも。ええ。だからこれはブローニャの責任だって言ったの。大丈夫。あいつは誰かに責任転嫁したり逃げたりしないわ。Yeah, she will never. 私はあいつを信じてる。Yeah, we hear the tete moment here. I see. So if you choose second one, you just don't hear what Zere is saying. Gotcha.
もし何か聞かれたら、さっき私が言ったことをそのまま伝えてちょうだい。きっと分かってくれるから。I know they're not gonna let, you know, this stuff. 結局、ブローニャが決めるしかないってことか。Yeah. There's no such thing as separate path or ending. So, she played a crucial role in this world. Do you trust her judgment? Cause I do. 本当にね。今のベロブルグのリーダーがいい時間だし、そろそろブローニャに報告に行こう。Oopsie. 大臣たちとの話し合いはどうなったかな。Who knows? 本当にね。今のベロブルグのリーダーがブローニャでよかった。My life clay is a little bit loose, so yeah. Oh, and then it changed back to normal one. 気分が良さそうね。That does it. Alright, that does it. But back to normal NPC stuff. Okay. So let's see. Future Market 2. Back to Cleopatra 4th, whatever. I totally forgot. Cleopatra 4th is here.Oh, wow. 人がいっぱい。クリフォト城ってこんな賑やかな時もあるんだ。でもなんだか少しざわついてるね。Guessing one agree, one disagree. もう希望が。一体どうすれば。That's a lot of people talking. 最終勝者様の決定にした。少しは冷静にならんか。Please stay, all of you. Shut the foot up.お帰りなさい。Heading, huh? 結果はどうだった？ Well, みんなの意見は？ That one is... 上層部と下層部を回ってたくさんの人に意見を聞いたんだけど、結果は引き分けだった。Yep. なるほど。それぞれ問題を見る立場が違うから、この結果になるのも当然かもしれない。ゼーレは。ゼーレには聞いてくれた？なんて言ってたの？ It's your problem, not hers. She's behind you, whatever you decide. She thought it wasn't her place to say that thing. ゼーレらしい。Yep. どんな風にあなたたちと話したのかも想像できる。ブローニャの方は話し合いはまとまったの？オフィスの中が騒がしくて何も聞き取れなかった。Yeah, literally so loud.Also, yeah, Bronya said, Bronya can imagine what Zeta tell us. So we don't need to explain it. こっちも似たような感じ。双方が自分たちの言い分を主張して、意見がまとまらないの。Well, そろそろ決断しないと。この混沌とした状況をいつまでも続けるわけにはいかない。もういい。どこまで。どうすべきか分かった。待って。大守護者様にお話があるの。あなたは姫子。姫子。ホログラムとかじゃないよね。Try to touch. That's what you need to do. Wait, this is surprising. Wait, don't tell me all of the Topaz said is a lie. I'm gonna hate Topaz now, if that's the case. 安心して、ミツキちゃん。正真正銘、本物の姫子よ。I see. Anyway, wait, does that mean the thing that you are busy on is searching something about IPC?あなたが請求列車の姫子さん、ずっと会いたいと思ってたの。この前の戦いはあなたが手を貸してくれたおかげで無事に勝つことができたから。あなたが来ることを事前に知っていたら剣走者も礼を持って迎えたはずなんだけど、今は少し特殊な状況で。 Sorry, calm down. 詳しい説明は必要ないわ、ブローニャ。あんたの町が今前代未聞の困難に直面していることは分かってる。私がここに来たのはあんたたちに事の全貌を伝えるためなの。 It's probably about the IPC, right? Because we don't know if IPC is good people or bad. So far it's a bad people, so who knows? Do you have a solution, Himeko? Could you have come a bit sooner? Literally.
ナビゲーターの仕事は忙しいのよ。むしろ間に合ってよかったと思ってほしいわね。OK。第守護者に伝えたいことがあるの。私が持ってきた情報を知ればより賢明な判断を下すことができると思うわ。Brogna almost agree. わかった。あなたが知っていることを教えて。So Brogna almost agreed to the contract and I'm guessing this is gonna make Brogna disagree. All reason being maybe somehow we as Astral Express gonna help, maybe. 私の友人にたまたまトパーズさんの身の上を知っている人がいてね。故郷で起きたことを考えれば、彼女にとってカンパニーに併合されることこそベロブルグの文明を存続させる唯一の方法なんでしょう。Let me take a guess. Your friend is Kafka, yeah? Well, I said it's indeed true whatever happened to Topaz in the past. But the big question is again. でも、彼女が意図的に言及していないことが一つあるわ。それは、カンパニーの条件を受け入れた全ての世界が救われたわけではないということ。Oh, that one is interesting. What I expect is maybe Topaz, you know, hide something else. But...Interesting. I didn't think about this one. So it's a chance. それって星の生態系を再建する。これほど大きなプロジェクトには必ずリスクが伴う。友人から渡されたデータによると、カンパニーの技術支援を受けて実際に復興した星は全体の 63% にとどまっているわ。Oh, even though it's 63, well, with my luck, it's gonna succeed, but I don't think it's gonna succeed. So this way, we're gonna disagree. Oh, I know Kurara is always correct, but... 成功率は6割ってこと?ちょっと不安になる数字だね。Yeah, still like 50-50, pretty much. もちろん、この統計は平均値で、トパーズさん本人が担当したプロジェクトの成功率は8割以上だった。彼女の実力は間違いなくトップクラスよ。私が伝えたかったのはこの数字と確率のこと。これらの情報を透明化してこそあんたにとって公平になると思ったの。それでも最後に選択する権利はあんたにあるわ、大守護者。We are gonna face our problem with our own, well, again, problem, I guess.わかった。ありがとう、ヒメコさん。あなたが提供してくれた情報のおかげで、この問題の本質が見えてきた。相手がどんなに美しい未来を約束したとしても、この契約書は賭けに過ぎない。私はリーダーとして、ただ星の運に任せて、民たちを売る契約を結ぶわけにはいかない。決心がついたなら私も中立を装う必要はないわね。あんたの選択は正しいと思うわ、ブローニャ。請求列車のみんな、私に考えがあるの。でもそれを実現させるにはあなたたちの協力が必要になる。 OK。 時間をかけて町内の市民を動員して、トパーズさんにももう一度会っておかないと。お願い、トパーズさんが今どこで何をしていたとしても、どうか彼女を見つけ出して、そしてもしカンパニーがベロブルグの資産を無理やり奪おうとしているなら、それを全力で阻止してほしい。 Got it. Beat the IPC up. Gotcha. Alright, yeah, I'm also curious what is Topaz is doing right now with Severon. I don't know if we are gonna face Severon, but we'll see. 安心して、絶対にトパーズさんを見つけてみせるから。相手は銀河で最も手強いと言える勢力だし、今回は私もこの子たちと一緒に行動するわ。ベロブルグは自分の未来を売り渡したりしない。私たちが永遠に記憶するに値するのは、危機に瀕するたびに何度も手を差し伸べてくれたあなたたち友人のことだけ。みんなどうか気をつけて。
Okay, with that, we got Zating. We can talk here, Jepard, and share your report with the crew. Yes, Bronya. The more details, the better. Did you have a fight? What happened? Well, we know that. Okay, let's see. The robot got taken control. Supreme Guardian ordered me to garrison in Rivet Town with the guard and automaton to stop the IPC. Defense went smoothly at first, but Topaz appeared with some special technology and all our automaton in an instant got seized. It seems like the chat is not stopping for me to read. Topaz is heading for a certain area in the depth of Rivet Town. For some reason, Sevrok is with her too. Sevrok, is he trying to go against us again? I hope not. My instinct tells me that there is something else behind this, but I don't know for sure yet. At least we know where we can find Topaz now. Let's go, Miss Kiri. You can just talk here. Rivet Town. Jepard is waiting for us there, right? Yep. Another place to explore. Yep. Okay, let's go. Right. Damage dealer, main character. Oh, everybody just disappeared? Question mark. Alright, I'm guessing back to normal. Yeah, we got Shielder, Mitsuki, and also Jepard. Then we got main damage dealer. Depend on which one I think, actually. And then Himeko! Alright, Jepard, how is the situation? 第守護者様から大体の事情は聞いている。 僕も君たち列車組に協力してトパーズを探そう。 Yes. 準備ができたら声をかけてくれ。 一緒にリベットタウンに入るぞ。 Alright. ああ。 準備は万全にしておくべきだ。 Okay, let's see. Another battle. 第守護者様から準備ができたら。 Let's choose the party. I guess I'm just gonna bring the same party. Either way, it's not that hard. So yeah. Yeah, same party. It's not that I'm too lazy to choose other party, but meanwhile with Topaz and Sevrok. ここだ. Oh, this is where the automaton broke down? Question mark. こんなところにあるとは思わなかった. What is this place even? でもメカも兵器も見当たらないけど、この辺りにあるのは岩だけ。ってまさか。そうだ。 兵器は岩壁の中に隠されている。なるほど。通りでどこを探しても交渉が見つからなかったわけだ。待って。さっきその兵器たちはずっとここに隠されてたって言わなかった？それってつまりヤリーロ6の剣装者がレギオンと戦った時もここにある兵器は使わなかったってこと？ Well, yep. これらの騎兵は作られて以来一度もここを離れたことがない。700年前、カンパニーがこの星を離れてからは起動方法を知る者もいなくなった。Oh, and in order to activate it, you need this. Also, what weapon are they talking about? I'm curious. Is it like a gen robot as well? カンパニーが残した設計図をもとに、剣装者たちは模造品の騎兵を作り出した。 しかし、アリサランド率いる抵抗軍において主戦力となったのは生身の人間だった。なるほどね。この世界の伝説にますます興味が湧いてきた。質問をしてもいいか、トパーズ。何？大きな体をしてる割に遠慮深いんだね。いいよ、何でも聞いて。 カンパニーの介入がなければ、この世界は終わりへ向かう。あなたは、この結論を深く信じているのか？ You don't。信じてる。Never mind。ここに来る前、私は数え切れないほどの事例を調べた。そして正確に侵された世界は、最終的に、 滅亡の運命からは逃れられないっていう結論に達したの。請求列車の助けがあっても、表面上はうまくいっているように見えても、それは一時的な休息に過ぎない。長期にわたる危機は往々にして繁栄の影に潜んでおり、一般人には気づかれないものである。理解した。理解した？ それで終わり？自分の見解を述べたいとは思わないの？感情指導が教えてくれた。あなたは誠実かつ
正確に自分の考えを述べたと。私が確認したいのはこれだけだ。この星の未来について私はあなたと異なる意見を持っている。だが私の意見は重要ではない。なぜなら私は道具であり意思決定者ではないからだ。Oh, we are not a tool? 面白い。私の同僚たちも君のように自分を理解していたらよかったのに。Thinking they are a tool? I guess not about that. 行こう、カブ。下に行ってちゃんと評価しないと。That's it for that side. Going back to our side, on the other hand, we are beating up. トパーズはリベットタウンを離れてから行方が分からなくなった。その後、彼女の部下が押し寄せてきて、ここを占領している。カンパニーの兵士たちの装備は優れているから、彼らと正面からぶつかるのは得策じゃないわ。ジュエカンさん、何か策はある？姫子さんの言う通りだ。だから、なるべくこちらの動きを悟られないようにするため、船爆騎兵を使おうと思う。I got a character that can disappear. Zere, Frost the Enemy, Jing Liu, and also Shield myself, Ushun. I don't think we need a bomb. 船爆騎兵？詳しいことは後で説明する。とりあえず前に進もう。Stealth mission? It's not. Yeah, I can just frost anybody around me. Sure, whatever.Hey, what is the big, you know, wherever it is? I forgot. Wow. What happened here? Company の人だ。なるべく静かに、敵に気づかれないように。船舶騎兵の出番だ。So what do? 準備はいいか。船舶騎兵を操作して、カンパニーの脅威を排除するぞ。Oh. 忘れるな。なるべく騎兵が敵に見つからないよう行動するんだ。そうすれば成功率も上がる。The problem is just I want to know what happened. Oh, interesting. Ah. バラ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 。Do you need a hand, bro? Bro, I like this mini game. ドカーンってみんな気絶させちゃった。すごい効率的。やむを得ない状況でなければこのような手は使いたくなかったんだ。シルバーメインって正直なんだね。March, do you know what you just said? We just wipe people with an explosion. Yeah, obviously, people are gonna get a, yeah. One explosion and just disappeared. Obviously. It's an explosion, bro. Literally.あのタイプのロボットは見たことがあるわ。あれはカンパニーの外勤型チームリーダーよ。Yeah, we know that. ああ、外見はグリズリーに似ているが、より優れた武器と健康な装甲を備えている。船舶騎兵の攻撃が奴に効くといいんだが、準備ができたら教えてくれ。I'm ready. Again, basically, be like explosion. Wait, what happened if I? あんたどこ行くつもり？早く戻って。君が戦いたがっているのはわかるが、今回はやはり船舶騎兵で問題を解決しよう。So that what they say. Gotcha. 準備はいいか。船舶騎兵を操作して、忘れるな。なるべく騎兵が敵に見つからないよう行動するんだ。What happened if I got final? バラ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 。ポロポロポロ。新たな製品の普及。やば、見破られちゃった。大丈夫。もう一度やってみよう。船舶騎兵ならたくさん用意してある。So the enemy just don't stay on guard after what happened? 準備はいいか。I see. 忘れるな。After something about to... I got you. That's interesting. So wait, what do I do? Ba-ba-bam! Kabam! Hey! The robot got exploded. Yay! 綺麗に片付いたね。正直これほどの威力があるとは思わなかった。うまくいって何よりだ。Yeah, literally beat up Grizzly. That little hand.
Lil Knuckle beat up Grizzly. How and why? Also, it's lucky that Hook didn't actually sneak here this time. Also, didn't we just moid up people by exploding them? It's point blank explosion. I don't know. Topaz wa kono michi ni sotte Rivet Town ni mukatta. Oh. Ikimashou. Kanojo o mitsukete Brogna no ketsudan o tsutae nakucha. Guessing she knows. Hitsuyou ga areba ame to muchi de ikou. Yeah, what? Uh-huh. Okay. It's kiss. Oh! Yeah, this lock area is for the... Gotcha. New music as well, nice. Sevrog is there, let's see. Ah, it's you guys. It's been a while. Svarog! Dajoubu? Topaz to company no hito ni nani ka sarete nai? Kita ka? Soto kara kita mono?すべてのシステムは正常に機能している。カンパニーの死者とも衝突していない。I thought we might be facing off against each other for a moment, not gonna lie. Yeah, I'm gonna agree with that. I thought we were gonna fight. それは最悪の場合だ。トパーズならこの先にいる。本来なら強制的に私を従わせることもできたが、彼女はそうしなかった。彼女はベロブルグをカンパニーに併合することこそ唯一の存後の道だと思っている。私は異なる意見を持っているが、現在の三力ではそれに反論するための証拠が見つからない。Guessing there's gonna be a cutscene. That's my guess, literally. 確率は低いが、それでもあなたたちには正面衝突を避けてほしい。You are scared of me beating you up? 確率は低い。スワローグまでそう言うんだね。心配しないで、ミツキちゃん。列車組は衝突を好まないけど、いざという時におじけづいたりもしないわ。今までずっとそうやってきたじゃない。ね。And MSK is gonna say, but, you know, but me. 姫子の言う通りだね。結果がどうであれ、うちらは自分に恥じないように行動すればいい。Yep. For sure. For sure. Definitely didn't do anything about conflict at all. Oh, elevator down. Interesting. Oh, I don't understand what does that mean. Password 153. I don't see Topaz. I really hope we saw Topaz from here. Topaz がここに来たのは何かを探すためなのかな。そうかもしれないわね。この世界の地下にはまだ多くの秘密が隠されているから。Either way, let's hope it's nothing bad. Oh, Topaz is there now. Interesting. やっと来た。もう間に合わないんじゃないかと思ったよ。You're on purpose, Peter, because I see.Topaz is expecting Brogna to disagree with the thingy? Who knows? Either way, I thought there's gonna be a cutscene. あれ、ミツキさんの隣にいる人、なんだか見覚えがあるような。はじめまして、トパーズさん。私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。ああ、思い出した。あの有名な姫子さんだ。私の同僚の何人かが君の大ファンなんだけど、夢の中でいいから話せたらなって言ってたんだよね。姫子 is that famous? Do I have any fans? I wonder. これからできるんじゃないかな。各星系での七しびとの名声を甘く見ちゃダメだよ。何しろ君たちが辿っているのはかの有名なアキビリの意志だからね。Thank you for positivity. 2人のコミュニケーションがうまくいってるみたいで私も嬉しいわ。トパーズさん、さっきの挨拶から察するに今の状況はよくわかっているんでしょう。 Yeah, based off how it goes, Topaz already expect Brogna to disagree. Which if Himeko didn't come in time.
Yeah, Bronya gonna agree. まあね。期限が過ぎたのに、ブローニャさんはまだ契約書にサインしていない。その背後にどんな障害があったのかは、少し頭を働かせれば察しがつく。It's you. 誤解しないで。私たちはカンパニーや取締役会を敵に回すつもりはないの。ただ、ヤリーロ6という星に、私たちが大切にしている友人や、その友人の友人たちが住んでいるだけ。彼らが不平等な契約書にサインするのを、何も言わずに、ただ見ているだけなんて、七死人のやり方じゃない。ねえ、姫子、トパーズと交渉するんじゃなかったの？このまま話を続けたら。その心配は必要ないわ。彼女は10分前にもうどうするか決めているから。Oh. さすが列車組のトップ。Well, すごい洞察力。I already know how Topaz works, but still, 10 minutes? That's too fast. その通り。誰が正しいとか、誰が間違っているかなんて、大抵の場合、立場の違いで決まるものじゃない？仕事。どうしたの？その通り。誰が正しいとか、誰が間違っているかなんて、大抵の場合、立場の違いで決まるものじゃない？仕事を前に進め、滞らせないようにする方法は一つだけ。ああ。上から返事が来た。申請が承認されたって。For what? Your vacation has been approved? I'm guessing, yeah. もちろん違うよ。Oh, I see. そんなに知りたいなら教えてあげる。請求列車の乗員に特別攻撃を行う許可が今降りたの。あ、職務を円滑に進める秘訣は常に不利な局面を覆す準備をしておくこと。行って、カズ。私のプロジェクトに失敗なんて許さない。Well, that was cute, wasn't it? Yeah, just a while there, I'm gonna clean sweep this. Oh, yeah? Literally. That's awesome cutscene, I guess. I don't. What? What? Alright. Attack Pella. Thank you very much. It's time for you guys to say goodbye. Also, seeing the cutscene, there's like a big grizzly robot. I'm guessing we're about to face that, so gotta prepare next attack.Carefully. Bro, I didn't know it's gonna turn that way. What the heck? Interesting question mark? It's kind of scary actually. But well, it's time for me to finish this. Okay, one. Well, kind of want to save this, but two. Next.There's no grizzly yet. Whatever. Got this one over here. I'm gonna save skill point, yeah. Maybe the third wave. There's no way. Wait, does that mean the future we're gonna have boss fight against Topaz? Who knows? Either way.The thing that I know now is my enemy's death. Okay, whoever comes next, well, they're done actually. They're literally done. Okay, third. Well, I am expecting this. Oh, wait! The grizzly one is not done moving yet. Well, this is awkward, isn't it?Refactory, is it? Is that your word?
Tattoo refactor, you? Yeah, sure. Keep attacking. You got this, buddy. Big guy, you got this. I'll send you to heaven thyself. Right. Immediately just trigger this. We don't need the damage. We got this. Well, I hope. Let's see. Are we done? Close. Oh, I thought we're done. I thought just by doing that, we should be done. Oh well, too close. Right. Oh, by the way, do you guys want to know my stats? My stats on my character is like this, currently. Yeah. Anyway, goodbye. We are done. さすが聖教列車のエースたち、実に素晴らしい。 Just to put out that I'm not happy at all. What are you trying to do? Test our strength? ウォーミングアップはここまでにしよう。次は私の番。待って、みんなやめて。みんな、どうか武器を下ろして。Oh, but I actually want to fight her. ブローニャ、来てくれたんだ。あと少しでも遅かったら収集がつかなくなるところだった。What could possibly go wrong? 大守護者様？列車の鍵に隠れて結果を待つんじゃないかと思ってたけど、それじゃあ君らしくないか。もちろん。ここに来るのが遅れたのは処理しなければならない大事なことがあったから。この件よりも大事なこと？ええ、その重要性は一目で分かってもらえると思う。だからあなたに私たちの今の成果を評価してほしいの。She is not too happy when somebody say bad thing about her idol project. 私に？面白い。てっきり私の仕事を妨害する決心がついたのかと思ったのに。トパーズさん、あなたの手紙は読ませてもらった。あなたの子供時代の境遇には深く同情する。 Same here. あなたの故郷がヤリーロシックスと似たような災難を経験したからこそ、私はあなたが問題を見る時の視点とその立場を理解できる。 But... だから私は今でも一縷の希望を抱いているの。どれだけ愛わしいことがあっても、私たちは平和的な方法で合意することができると。認めざるを得ないか。君とのコミュニケーションは実に心地いい。さっきは失礼な態度を取ってしまってごめんなさい。 Just about that, no, I'm not gonna forgive you. And yeah, Topaz is on my bad side.そこまで言われたからにはついていくしかないね。でも先に言っておくけど、上の決断を変えるのはそう簡単なことじゃないの。分かってる。だから私は一歩ずつゆっくり、まずはあなたの考えから変えてみたいの。列車のみんなも一緒に来てほしい。What's up with me? Where am I going? Where are you? Wait, where? ずいぶん荒れてるね、このエリア。Oh. 前にも来たことがあるの？ええ。私たちはここで全てを終わらせた。Yeah, you wanna show the stellar location. そして、全てを再開した。The eternity snow, and we start a new life. That's what they try to say, I think. I hope. Kyle, お待たせ。もう渡ってもいい？は、前方の道を通しました。大守護者様。安心して皆さんと北へ向かっていただけます。I hate my left click count as clicking. By the way, the conversation is short, so we are fine. よかった。みんな、この先の山道は少し険しくなっているから。足元に気をつけて。
出発しましょう。I guess it's where showing the what happened. ここ、来たことない場所だ。 Never mind. ええ、私たちも少し前に発見したばかりのエリアなの。 Oh. このまま進みましょう。あなたたちに見せたいものはこの先にある。 It's entering the robot. We're entering the robot. This is the part of the robot. Oh, I thought we're showing where Kakaria battle location is.It's not. Oh, interesting. Can I see on the map? Pillars of Creation. Oh, there are only 5 chests. Ouch. Mite.ベロブログの人々はまだ諦めていない。そんな彼らのためにチャンスが欲しいだけなの。あそこにあるボロボロの大きいものは覚えてる？ Yes, the robot. Also, why is Bronya's voice so small? Did they accidentally make it small? No, they sent the wrong one. They sent a BGM powder.The engine of creation. そう。あなた、記憶力がいいんだ。I'm good at thinking. I mean, my memory is good. It's not. I forget things easily. トパーズさん、あなたがこれまでにたくさんの調査作業を行ってきたことは分かってる。だから聞きたい。それらの調査資料の中に動物エンジンに関する記録はあった？ Nope. いや、一つもなかった。だから不思議に思ってるの。こんなに大規模なプロジェクトがあったのに、戦略投資部の調査報告書に載ってないなんて。その理由はおそらく、動物エンジンは外部の技術を使わずにベロブログの人たちの手によって作られたものだからだと思う。 Oh, I seeThis is a nice field. Wait, what are we talking about? このプロジェクトの指導者は初代大守護者であるアリサランド様。戦士たちが前線で血を浴びている時、エンジニアたちは後方で夜を徹して設計と構築に励んでいた。つまり、動物エンジンはベロブルグの人たちが自ら開発した戦争兵器ってこと？Yes, you just repeat what Bronya said, but sure, whatever. ええ、でも完全にそうだとは言えない。確かに、動物エンジンは製造当初に戦場に投入され、レギオンとの戦いで大きな戦果を上げた。Dang, I like this. Be you. Bro, imagine this is your wallpaper. Ah, that's so good. でも、アリサランドには誰よりも先見の明があった。長い間、この機械のコードネームは地質改造工事ユニットだったの。あれに与えられた真の使命は、この世界を侵害しようとする全ての敵を排除した後、ベロブルグの再建を手伝い、この世界を前世紀の姿に戻すこと。長期的発展の理念が時を超えて命を超えた。アリサランド、本当に偉大な人だね。でも、私の目の前にいるランドさんもそれに負けてないか。そう思ってくれてありがとう。でも、私は何もしていない。ただベロブルグの人々を集め、やっと手に入れた自由が再び大きな脅威にさらされていることを伝えただけ。この自由を損害するには行動するしかない。そして、私たちを疑う目に証明しなければならない。私たちには自分の運命を掌握する力も意志もあるんだって。そして、あなたが目にしたのが動員の結果。ベロブルグの子供たちは自分たちの手で家を損護すると決めた。
こんなに派手なサプライズはさすがに予想してなかったな。君たちに機会をあげる。君たちの境遇と子供の頃の自分の経験を混同したのは大きな間違いだった。私の故郷には意志の強い指導者が現れなくて、みんな早々に自分を救うことを諦めてた。それなのに君たちの文明は700年もの間風雪の中で耐え続けてきたなんて、本当に感心したよ。 I mean, Topaz is just trying to save this world and don't want to let this world, you know, explode or something bad happen. At the same time doing her job. So I don't think she's that bad. Yeah, she is still on my bad side. Why? She is trying to beat me up. それって前の決断を撤回するってこと？少し時間はかかるけど、あの借金は必ず返済する。だから残念だけど、ヤリーロ6の併合はカンパニーの上層部が決定したこと。私がいくらそれを覆したいと思っても上の人を説得するのは難しいの。ただ What? 安心して、トパーズさん。私は請求列車を代表して全ての七死人の名誉をかけて、この世界は必ず債務を履行すると保証するわ。I see. To make them agree, you are trying to get our interest. よかった。それならうまくいくと思う。次の報告と、In order その後の責任追及は。In order to fight them, Topaz won. Yeah, won Astral Express supporting this, so the IPC can move or do anything. Because if they do something, you know, Astral Express is big.They might deadly do something bad. 私が引き受けるとするか。With that, Future Market 2 is not done. Okay, let's see. 大変だったけど、平和的に解決できてよかった。そういえば。みんなが修理してるのって前にうちらと戦った巨大ロボット？あの時はあんたがあれの制御権を奪って係屋との戦いで大活躍したんだよね。うん。I'm using my spear as well. Also, yeah. I wonder if we'll have time to celebrate the Soul Warp Festival. I hope Topaz negotiation goes smoothly. Ah, festival. そうだ、忘れるところだ。うちらお祭り気分を味わいに来ただけだったのに。城内のみんなが工事を手伝ってるからお祭りは無理っぽい。でも前向きに考えれば、トパーズみたいなカンパニーの管理層と知り合えたんだし、無駄足じゃなかったよね。I mean, she only fall to my bedside. I don't know. Well, I trust her, but it's just, you know, Emily wanna beat you up? No.ずっとあんたと美月ちゃんが大守護者の子を褒めてるのを聞いてたけど、実際に彼女の行動力と手腕を見たらやっぱり驚いたわ。And she is still young. What? あとはヤリーロ6のプロジェクトを担当したのがトパーズさんだったことに感謝しないとね。戦略投資部の他の人だったら事の成り行きはさらに予測できないものになっていたはずだから。Yeah, luckily Topaz is super reasonable, kinda. Still don't like that much. I love all of the robots she's trying to help. But still, I'm guessing that's Dude. What do you mean, Himeko? You mean Topaz didn't make things complicated enough? そう思えるのは、あんたが戦略投資部のことをよく知らないからよ。Well... この話の続きは、列車に戻ってからにしましょう。Oh! あんたとミツキちゃんは、また不思議な旅を経験した。まずはすべての雑事を忘れてぐっすり眠った方がいいわ。Ah, sleep, yes. But didn't we, aren't we on vacation trying for a festival now?
Is the festivity Gandan? Oh, this area is actually interesting. Well, we are gonna explore it off stream only. Actually, not on stream as well for the event later. Alright. Also, if there is Tanko here, I wonder how this is gonna go. Topaz-san, さっき言ってた責任追及って。心配しないで。私に解決できないことはないから。職級なんて重要じゃない。問題を解決するために最善の方法を見つけることが道理なの。Oh, so Topa is not for titles and rank of person. Well, kind of obvious, man. I feel like I'm standing here agreeing with Topa with everything. Will they cut your pay? When you get fired, will they cut your pay? They will not fire her because she is important compared to others. そのくらい構わないよ。もうお金のために働く段階はとっくに過ぎてるから。あなたもお疲れ様。まさかまたあなたたちを危機に巻き込むことになるなんて。It's fine. 列車とカンパニーの関係も壊してしまうところだった。It's fine. Without this trouble, there's no event, right? 関係が壊れる？いやいや、そこまでいかないって。それにそのあたりの責任は私にある。元はといえば。私が部下の管理をおろそかにしてたせいだからね。Mind putting in some good word for me with your bosses? Is it true that IPs require you to go through 17 rounds of interviews? I'm guessing not, and you're gonna be like only one. Good word? Yeah, sure. おや？もう将来のキャリアプランを立てたの？ Kinda, yeah. いいよ。私は君を高く評価してるからね。Oh, thank you. あなたたちとこうやってのんびり話ができてとても嬉しい。そうだ、ここまで頑張ってくれたお礼にゲーテホテルに部屋を用意したの。Oh, thank you. どうかベロブルグでゆっくり休んでいって。Hey, we rest on Beroburg, enjoying festival, go back to Astral Express, and also rest again. That's the best. トパーズさん、もし心地よく休める場所が必要なら、うん、迷惑はかけないでおく。今から戻って報告しないといけないしね。Yeah, she need to work. 君たちと知り合えて本当に良かった。また一緒に仕事ができることを祈ってる。もちろん今度は違う形でね。 That's friend, yeah. Oh, that's cute.私はトパーズさんと今後についての話があるから、あなたたちは先にゲーテホテルに行って休んでいて。Oh, okay. ごめんなさい、お祭りの雰囲気を味わわせてあげられなくて。次は何があっても絶対に埋め合わせするから。 Wait. 約束する。 Does that mean the festival is just for next then? It got suspended now. Oh, interesting. Let's go to Gate Hotel. 大変だった。Hotel time. Let's see. Wonder what is await here. I forgot there's a dude. Let's go. そういえば、姫子はどうしてここの状況を知ってたの？乗員のステータスに常に注意を払うこともナビゲーターの責務だからよ。 Oh, I see. Interesting. Are you sure it's not because of Kafka? But something tells me that is the case.Alright, what was I saying again? I actually already forgot. Anyway, should we hide? Can I hide? No! I know you can only hide one time and that's it, but still. Maybe. Nano, ずっと太陽の日を楽しみにしてたのに、今回は体験できなさそう。Ah, we worried about her. I mean, she never experienced it, so who knows? I wonder what.Dream will be again. まさかまた事件に巻き込まれることになるなんて。眠い。そろそろ休もう。No, cuts in. 以上。トパーズ、部門から下される君への処分は以下の通り。Oh.Wait. That sounds bad. Also, another thing is, that sounds like
The snake, but who knows? AKA the robot. 初級の降格。P45 から P44 への引き下げ。それに伴う基本給与の調整。また君が今期参加した全ての奨励プロジェクト。ストックオプションおよび業績賞与を取り消すものとする。Bro, that is so heavy. I mean, probably because fell to get better, but still. 今回の事故については、ダイヤモンドに追加で報告書を提出するように。この処分に意義がある場合、書面での申し立てを行うことができるが。意義はありません。いいだろう。では、他に何か発言したい人は？ Is it about me? Also, wow. That is actually so annoying. Bro, I kinda like Topaz a little bit, even though she is still on my bad list. Well, kinda super...You know, super close to getting two good list type of... Either way. That is... Oh, IPC is just bad, but Topaz is good. 特に意見がないのであれば、これで会議を終了とする。Is it called meeting? Yeah, 運がいいね。これだけのプロジェクトをパーにして。たかが一級の降格なんて。やっぱり君は上の老体人たちに好かれてるみたいだ。Another... おっと、もう全員会議から出たよね。じゃあ。Wait, does that mean in the future there are gonna be two characters that we're gonna meet on IPC that can become playable? Who knows? Either way, again, I feel so bad for Topaz. But again, if we let them take this,If it fell, we're gonna lose Zed and Bronya. And Hook and Kurara. Kurara is the most important one. このクソみたいなエフェクターを閉じよう。アベンチュリン？まだいたの？アベンチュリン？ Oh, that's the future next character. Who is it? ひどいな。僕がいたら悪いのかい？そう嫌がらなくてもいいじゃないか。僕は君の上司じゃないんだから。あ、いや。今なら上司になるのかな。ごめんごめん、まだ慣れてなくてね。I know it doesn't sounds like it, but the voice sounds like Lucia or Otto. But who knows? 何かよ。率直に言ってくれると助かるんだけど。大したことじゃない。ただ君が心配なだけさ。だから忠告しただろう。ヤリイロ6の案件はトゲがあって甘い汁が少ない。関わる必要はないって。Oh, but again, I'm guessing Topaz gonna say that Topaz just want to save Berobot. 僕たちみたいな仕事をするには心が優しすぎるとダメだよ。道が狭くなる。それだけ？他に用がないなら切る。ああ、ちょっと待った。おしゃべりする気分じゃないってことか。わかった。それなら君が興味を持ちそうな話題に変えよう。君がヤリイロ6で友達ごっこをしていた時、ダイヤモンドは資材物流部のお偉いさんの問題を解決したんだ。今日の円卓会議を欠席したのもそれが理由。Wait. So we got a Avranchin and also Diamond. タラファン？タラファン。そう。その名高いタラファン、七人取締役会の一人。彼の一票は僕たちにかけられる。わかるかい？市場開拓部じゃなくて僕たちにかけられるんだ。これでオスワルドももう笑えないだろうね。でもトパーズ、ダイヤモンドは僕と君の恩人でもある。こんな大事な日に君が騒ぎを起こしたなんて、戦略投資部はどう説明すればいい？分かってくれたところで本題に入ろう。僕は今ピアポイントにいる。部門全体に関わる大きなビジネスがあって、頼れるプロジェクト管理者が必要なんだ。そう、マイフレンド、ぜひ君に頼みたい。驚いた。一体どの案件で協力を学んだの？そんなのピノコニーに決まってるだろ。 Re-
I see. Well, we are gonna meet again. Good to know. I... Well... それそれ。その反応が見たかったんだ。Oh, wait. Is Pinoco where Topaz from? ダイヤモンドは君を選んだの？てっきりオパールとかオブシディアンとか。少なくともあの案件には P46 以上の人が必要だと思ってたのに。さあね、ファミリーの連中は頭がおかしいから、彼らと商売するのは無理だろう。でもカンパニーの手段は取引だけじゃない。こういう時こそ僕のような人材の出番というわけさ。どうだい、この千載一遇のチャンス、よく考えてみてくれ。もしかしたらこれまでのミスの埋め合わせができるかもしれない。後で返事する。散々だった。I literally feel so bad. 私の判断が間違ってないといいんだけど。 No, you didn't make a bad decision, but you put your place in bad situation. それにしても綺麗な雪だな。 Dang, so that creature didn't extinct. That is a reward for Topaz nonetheless. With that being said, Future Market 2 is done. Visitor verification, Topaz. Ah, that's a nice story. Sunny Dits, Baguette? Who is Wilder? Guessing Wilder is for the event. For a Ethereum Wars. That is interesting. There you go, that's 1.4 story quest. I don't know what to expect. Maybe going back to the Astral Express, we'll see what happened. Oh, but that is huge to unlock something though. Let's see. Well, mostly I'm here because I want to talk to Topaz, but still, don't touch the letter, please. Ah! Kimi! 今回が初めての乗車なのに、どうして私を案内してくれないの？ちょっと七し人のおもてなしにそぐわないんじゃない？ I need to take a... You're right, my apologies. You seem quite at home already, though. やっぱり見抜かれちゃったか。でも私たちは顔見知りだし、お互いに遠慮する必要はないよね。Yeah, sure. 請求列車に乗ったカンパニーの社員は、多分私が初めてじゃない。開拓のアキビリが生きていた頃は、カンパニーと七し人が協力することも多かったんだって。それから取締役会が大金を注ぎ込んで列車を貸し切りにして、カンパニーの事業の一環にしようとしたけど、全ての提案が拒否されたって話も聞いたことがあるよ。 Obviously, it's for our purpose, not the IPC, so yeah. ここだけの話、拒否したのは英断だと思う。 Well, it is.この宇宙にとって資本は欠かせないものだけど、もし世界中のありとあらゆる物事が資本に支配されたら、この話は少しもロマンチックじゃなくなっちゃう。え？君もそう思わない？はい。Well, the game will not exist if that happened. ところで、乗車するのに何か手続きって必要？契約書にサインする？保証金を払う必要はある？保証書くらいはあるよね。 What? あ？全部必要ないの？はあ、面白い。純粋な個人の信用に基づく協力関係がこんなにうまくいくなんてすごいよ。Well, the JP one sounds nicer, but Alright, with that being said, there you go. That's the story quest. Again, as always,
In the end, again, we learn about Topaz, about everything. I don't think we can report to Tanko or, yeah, tell Tanko what happened. We also didn't say Tanko say anything, so yeah. We got a lot of cutscene, which is pretty nice, but as always, there got a future market story. Topaz is not a bad person. Topaz just trying to help. And yeah, Topaz don't want to let anybody pack the stuff on Beerobok, because it's gonna go bad. So Topaz literally trying to protect Beerobok, pretty much. But she also got a lot of punishment. By the way, though, with that being said, as always, subscribe, hit the like button, stream every day, link down in the description down below. There you go, Future Market 2. I hope you already watched Future Market 1. And yeah, next video gonna be Ulterior Wars. As always, I'll see all of you on the next video. Have a nice day or a nice night. Goodbye!